たいです自分の役割を全うできるように。いける、当たろう。やだー、来て、ゆらさんも。ごめんね、ゆうみが落ちてしまって。どうやったら勝てるんだろう。さあ始まりました、ロル最強女子を目指す A3B2 ということなんですけれども、先ほどね、対人戦の初勝利を祝った寿司を、皆さん召し上がったと思うんですけれども、いかがでした？初勝利の嬉しさを思い出せました。本当、うん、本当にそんなこと言ってなかったよ、うん、しかも魚卵好きって言ってたよいやでも美味しかった。美味しかった、美味しかった。モチベーションが復活しました復活しました嬉しいなと思いますけれどもね。コニーもいかがでした？いやもう本当美味しかったです、うん、ありがとうございます。魚卵美味しかった？コニー魚卵食べてないんですよ。この時は僕が悪いですから、ね、いやいやでもなんかねコニーもいじられてね、なんかそうですね、イカ食レポを、はい、させられましたね。お姉さん5人にね、いけない食レポをいじめだなと思いましたけどね仲良くなった仲良くなったんだね本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。前回はね、眼光を学んだんですけれども、惜しくも試合に敗れてしまったということだったんですけれどもね、やっぱ対人戦は壁が厚いですね。厚いですね、やはり一筋縄ではいかなかったですね、うん、なかなか難しいということなんですけれども、ちなみに A3B2 の皆さんは練習とかしてるんですか？してますね。チーム練夜中とかに集まってね、しましたね、うんうん、コニーに朝まで付き合わせてマジで、はい、一回やりましたね。そうなんだ。まあ、寿司も食べてチームワークも良くなったんじゃないかと。このチームとして避けられないのがやっぱ一つ集団戦というものがあると思うんですが、今回はその集団戦にちょっと話をね絞ってやっていきたいと思います。集団戦強くなればね、2勝目を挙げることできるんじゃないですか？そうですね、間違いなくできます。なるほど。ということで、まあ今回もホワイトボードを使って集団戦とは何たるかっていうのをちょっと学んでいきたいと思います。さあということで、ホワイトボードを使って集団戦学んでいきたいと思うんですが、まずはこちらになります。集団戦はどうして起こるのということなんですけれども、誰かが勝てると判断をしたから戦いが始まるわけですよ。誰かがこの集団戦は勝てるぞと判断をしたときに、じゃあ戦おうと誰かが声をかけたときに、じゃあみんなで OK じゃあ戦おうということで集団戦が発生します。集団戦に勝つために必要なことっていうのはどういうことなんでしょうか？そうですね、理想的な考えを言えば、やはり敵の一番ダメージを出すことができるチャンピオンを最初に落とすことができれば集団戦というのはやはり勝てるので、相手の強いチャンピオンをいかに倒すかというのを常に考える必要があります。皆さん集団戦って意識したことありますか？意識はしてるんですけども、やっぱり集団戦になると被害者の数も多くなるじゃないですか、うん、倒せるメリットもあるかもしれないけど、全員いきなりいなくなってしまう可能性とかもあるので、自分からなかなかイニシエートできないっていうのがありますね、意識はしていても。おっしゃっていただいた通り、吉田さんが使うバイが、このチームだと一番硬くて、でしかも敵に突っ込めるスキルがあるので、その集団戦で先頭に行くことになりがちなんですが、まあ、集団戦5対5が始まるときに、吉田さんが例えばじゃあこいつを狙おうと判断したら、なるべく5人で同じチャンピオンを狙った方がやはり火力が集中するので、可能な限り、同じ対象を狙えると、敵を早く落とすことができるので、このフォーカスと呼ばれるんですが、誰を狙うかというのを、決める上で吉田さんの動きがまずは一番最初は重要になってくると。集団戦の役割っていうのは、はい、それぞれのチャンピオンにどういうものがあるんでしょうか？そうですね、集団戦に関してはやはり、音橋さん、味噌汁さんはチームのメイン火力を、担当してもらうので、この2人はできるだけ、自分は死なない位置でとにかくダメージを出し続けるということが重要になってきます。で、それを支えるのが、カイプーさんですね、特に味噌汁さんの動きを、やりやすくできるような、サポートをしてあげるというのが仕事になります。吉田さんはウルトで敵に突っ込んだ後にその敵に囲まれる状況ができてしまうので、そこからどう生きて帰るのか、もしくは、もう生きて帰るのが無理なのであれば、できる限り敵の中で暴れて、もう自分はもう死んでもしょうがないぐらいの考えで突っ込む時も必要だったりします。相手のチームもやっぱりその固いチャンピオンがこう壁張ってるわけですよね、はい、例えばじゃあこう壁で後ろ ADC ミッドサポートみたいな、はい、
後ろから倒したいんですが、やはり敵の構成がしっかりとしている場合はそれができないこともあるので、そういう場合は前から攻撃していかなければならないという状況ももちろんあります。吉田さんが使う場合がまずウルトで打ち上げた敵に、オタスさんがさらにウルトを重ねる、先ほどの CC チェーンですね、 CC チェーンを重ねている間に他3人もみんなで殴って1人を落とし切ると、もうそこからは5対4という状況が生まれるので、その集団戦かなり勝ちやすくなると思うので、とにかく1人をどれだけ早く倒せるかというのを考えたいチーム構成だと思います。どうですかね、やっぱり集団戦って特にね難しいと思うんですけれども、ミソシーとか集団戦で気をつけてることってあるんですか？おじけずに当たろうとか誰々殴ろうとか行こうとか引こうとかっていうのはそのなるべく声に出すように心がけてますね。それはやっぱショットコーラーと呼ばれる役割かと思うんですけど、はい、ADC が担うことが多いんですか？いやそうですね、 ADC が担うケースはまれといっては稀なんですが、一番ロールを分かっている人がやるのが一番やりやすいことだと思います。なるほど。オトハスとか集団戦はいかがでしょう？やっぱり誰かがウルトした瞬間に、うん、あこれはウルトなんだなってことを理解してみんなで殴らないと、自分が何の攻撃して誰をウルトしようとしているのかっていうのを声に出した方が最初はいいのかなと思って、うんどうですか？最初に限らずプロの選手はもう誰を狙うかをもう叫ぶぐらいの勢いで、はい、このチャンピオンを狙え狙えっていうのを叫び続けるんですよ集団戦中に。叫び声で常に、例えばじゃあこれが先ほどのヘカリムだったら、ヘカリムをみんなで狙おうってなったら、もう狙う全員がヘカリムヘカリムヘカリムって叫びながら戦うんですよ。すごいですね。そうしたらもうじゃあヘカリムを狙おうってみんななるじゃないですか。とにかく誰狙おうは叫んだ方がいいと思う。今回はじゃあみんなで声に出して言うのがいいのかなと、はい、思いました。あとそのさっき今収録の合間でコニーさんと話してたんですけど、なんか捨てるのも大事って言ってたじゃないですか、うんうんはい、もうかなりこっち攻められてしまっている状況の時に、味噌汁さんが、トップにヘカリムいるよっていう話をしたシーンがあって、吉田さんがトップタワーを守りに行きますと、トップ側に行って、でこちらはボット側も4対4で、これ負けている試合で同じ人数だと基本的にはやはり勝てないので、こちらも何もできないという状況が生まれてしまっていたんですが、あさあここも捕まえているが、トップレーヘカリムはこれもタワー関係なしという状況で、バレットタイム。この時にもうトップタワーはしょうがないから相手にあげちゃおうと、でその間に5人の人数差がある間に5対4の集団戦を仕掛けようという判断をしてくださいという今の話だったんですが、何かを捨ててその代わりに何かを得るっていうのはこのゲームすごく大事なんですよ、うんうん、で今のように後手後手に回ってしまうのが一番そのまま負けてしまう典型的なパターンなので、うんうんうん、これは捨ててじゃあ代わりにこれをやり返そうという、コールもあるとすごくいいと思います。わかりました。集団戦というものでしっかりと一番意識しておくべきことっていうのは改めて何でしょう？そうですね、やはり、誰を狙うかというのをチームで共有することだと思います。ってことはまあ、ね、前回ちょっとね、静かなゲーム、ね、進行になりましたけれども、今回は誰を叫ぶ、何を捨てるというのを皆さんこう叫ぶような感じで喋ってもらえればなと思います。 MVP ポイントも、ね、継続中ですので、こちらも忘れずにということでございます。はい、さあじゃあそれでは対人戦の3戦目に挑んでまいりましょう。勝ち越すのかあるいは負け越すのか、注目の一戦です。これはワード可愛くない？本当だ、めちゃくちゃ可愛い。話が変わってワードくない選べない、ね、あ、持ってる、これに変えられるよ、これにしよう、いいな、私持ってない。相手めっちゃ選んでんな、真ん中の。もしくはさ、決定者の人なんじゃない？押せやトイレか、煽ってる怖いよ、ね、うん、なんか対人戦になるとめっちゃ心臓って感じ。わかる、心臓って感じ。心臓心臓やられる。マジでわかるから、トーって言うから絶対マジですごい勢いだから、ビビる。マスター E をまず、オトハスちゃんが絶対キャッチして、うんうん、マスター E をみんなでフルボッコしてから始まりな気がする、うん、はい、ね、でも違う人をキャッチしちゃったらごめんね。いや、本当だよ。ざっくり言うと相手は突っ込んでくる集団戦を仕掛けてくると。そうですね、であればどういうふうに受けましょうか？そうですね、変だね、このチームであれば敵の突っ込んでくることに対応できるスキルが数多くあるので、自分たちから行くというよりは相手の行動をどう流すかというのを考えていいと思います。あと一つ気になるのはモルデカイザーのウルトに初めて巻き込まれた時に。いや、それエグまれちゃうな。困りますよね、あれ。これユラさんですね。うわ、ここ出されましたワード。
これまた静かにならないよりなんか話さなきゃいけないもん、みんな元気楽しんでる知りとりの雑ですね。いやアイドルとは思えませんね。ね、だからそうユラさんにモルデカイザーの説明だけしてあげたいですけどね。確かにモルデカイザー誰ですか、なんか大きい歩いてる鎧みたいなやつがタイマン世界に引っ張られて、タイマン世界でも初めて食らったリアクション見ては見たいよね、うん、怖いですけど、かわいい、なんかかよくなったんですけど、どうした、怖いですけど、喋りやすいのはこの時間だと思いますよ皆さん。確かに喋るなら今のうち、うん、よし頑張るぞでも絶対そのうちよし頑張るぞしか言えなくなってきそうに、あそのうちおいてめえふざけんじゃねえを言い出すから今日はねバリ雑言の類は下げていただきたいと思いますあのままを殴るんや。ちょっとそれぞれのマッチアップですけれどもね、はい、これはもうボットが2対1という状況ですからね今、はい、相当苦しいと思いますよ渋谷は。モルデカイザーとカルマっていう組み合わせいかがなんでしょう。そうですね、モルデカイザーはやはりメレーヌチャンピオンなので、あのあかなり今言った手を出すスキルで相手を引き寄せることが可能なんですね。あのスキルが当たってしまうと、メレーチャンピオンとの殴り合いに強制的に持っていかれてしまうので、あのスキルを避けるか、当たるかでかなり勝敗が変わってくると思います。なるほど。そしてミッドは、まあ、ラックス対マルザハール。そうですね、ラックスはかなり、スキルの射程が長いので、あまりキルを狙うというのはマルザハールだと序盤厳しいので、とにかくファーム差をつけられないことが大事になる。カニ欲しいよ。あれなんか手前でちょっとミニマップ上にもシバラの姿、そしてマッサイの姿が見られないという状況です。であれば本当にボットはね、このままミソシカイプルペアで余裕を見ていますが、シバラがやってきました。そうファーマーできますね、3秒で、リモートしてるんですかね。どうなんですかね。ただジャングルも別にレベルが遅れてるわけではないので、相手に妨害されていそうな気配はないですね。これトップ間に合ったらガンクいけますかね。あ、いけるんじゃないですか、ね、マスターEがね、じゃあ本当にどこで何やってるかっていう、こっちの方でやってる。そうですね、まだ見えてないですね。言うよ、ユラさんですね。トップガンク今ミニオンウェーブがいい位置で止まっているので、これガンク決まりそうですね。さあ吉田がここはブッシュから飛び出していった。できるかな。さあどうでしょうか。スカウンがあとフラッシュアウト。この判断は早い。よし、使わせましたね、じゃあもういいかな。いいですね、サムのスキルを落とすっていうのがガンクの十分だと思います。はい、成果を出しました。ナイスガンクですね。さあ、ここまでは前回の収録とバラエティ的な変わりはありません。誰が単価を切るんですかね。めっちゃモルデカイザー、まだ集団戦が起きてないですからね、集団戦が始まったらきっと誰かが叫び始めてくれるのではないかと思います。さあここも島田に対して繋いっていきますが、フラッシュインしてきました今度は。ごめんね、ユーミが落ちてしまって、足の遅いジンクスですが、シビアが詰めてくる。大丈夫か。いやごめん、ダブルキルを獲得されてしまいました。ごめんね、敵のダブルキル。あと、そして、ね、はい、これがモルデカイザー。あ、これタイマン入りました。待ってください。大丈夫。これはなんとか生き延びてる。おマントを食らっても完璧ですね。ユラさんナイスプレーですよ。本当ですか。はい、前回の試合ではできていなかったマントラ W を使ってしっかりと生き残りました。全然、はい、みそしボットいかがでしょう。いやでも CS 勝ってるんで大丈夫です。頑張れ。あ、喋んなきゃ皆さん元気ですか。今は試合が始まって9分経ちました。いいですね。さすがはアイドルです。もうちょい前でバレてるかな。かなりうまいコンボ決めてましたね。本当ですか。いやそうだね、バレてはないけど、一緒がいるなら今だけど。そっから入るのきついかもね。カイプル目いっぱいになってないですか。これ挟むなら挟める。あ、今いけるいけるいける。なってるけど当たる。お、いった。集団戦さあ下げた。ここは吉田山。ナイスナイス、いけるかな。さらにしばらが変身しているが、これを詰めていきますか。足止めする。なるほど、ナイス。ユーミもウルトを吐いている。ここでどうか取り切れるか。あと一撃やった。ジンクス。あ、ダメ。しかしいいですね。まあ悪くない。カイプルいかがですか。ちゃんとウルトを当てましたけど。
いや、やっと力になれた感じがします。いいですね、前回と違って明るい表情が見られます。はい、次吉田山もね、今ナイスプレーじゃないですか。よかったです、ね、今めっちゃナイスでした。韓国っぽい感じができて、なんかやっぱり味方にナイスって言ってもらえるとめっちゃ嬉しくて、よし頑張ろうみたいな。いいですね、やっぱそういう声掛けをしていってほしいと思いますが。そう、なんかご褒美です、ナイスって。ナイス、いいですよ、声飛ばしてください。モルデカイザーというのもやはり終盤強くなるチャンピオン。そうですね、このモルデカイザーの強みが一人を強制的に集団戦から排除してしまうので、集団戦でかなり、活躍できますね。なるほど、危ない。トップのタワーをリップヘラルドがじわじわと攻撃している状況。でもシビアがボットに混ざってやっぱ今水辺にいた。これどうしますか。行こっから。あ、外は獲得は相手チーム。さあ吉田山行くか。でも8なんですよ。どうしよう。どうしよう。2人、渡りね。ごめん。行ける？行ける？行こう。行きます。当てた。さあ、入ろう。ナイス。ここで、ここで。ここで。いいですね。素晴らしい。いいじゃん。ナイス。超いい感じ。やった。今のはどういうプレイだったんでしょうか。そうですね、相手を、バイとマルザハルの、ウルトで動けない状態にして2人ともそのスキルを重ねたので動けない時間が伸びてもう何もできずにデッドという形になりましたね。なるほど。さあこれでチームキルは3対3となっています。どうですか吉田山、ね、今のいいガンクでしたね。よかったです。ナイスですか。あ、これ逃げた方がいい。これ誰もナイスって言ってくれない。ナイスだよ、ご褒美だね。ナイスだよ、やった、頑張れる。ありがとう、頑張れる。私すれきというものを見てしまいました。雰囲気大事ですからね。コールアンドレスポンスが、あとトップガンクも決めていきたいですね。そうですね、稲川淳二さんみたいになってる。いますよ、怖いな、怖いな。いいですね、ちゃんと CS も取れています。さあそしてタワーフリー、ユラさん結構いい感じで CS 取れてるんじゃないですか。そう、なんか敵が姿をそれでクイザーがどこへ当たれる。あ、うわ、あ、そっち来てるんだ。モルデカイザーが、そのモルデカイザーがここでアルティメット発動。大丈夫ですか。1対1の状況では入るか。これは入ります、すいません。ごめんなさい、嫌なやつらだね。どうしました。視界飛んないとちょっと厳しいかもしれない。そうだね、もし取れたら。今聞こえましたね、おい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 、あっとマスターイが来ているが、ここは、あ、口が悪い。そしてユラさんも落とされてしまった。徐々に相手チームちょっとグルーピングしてきましたね。トップレーンを吉田山を待ち伏せされていた。こっちか、私か。状況ですが、ごめんね。ここは逃げ切れるか。ああ最後。ごめん、当たんなかった。なんとかスキルに拾ったんですが、でもこれかなり相手ライン上げてきますね。そうですね、上がすごいね。上に引きます。ミッド狙っちゃいましょう、このまま。さあそして今度はミッドタワーを破壊しようという A3B にラックスのウッドが吐かれているが、いやーダメか。またモルデカイザー見えてないの怖いですね。来ましたね。さあマルザハール、ここは捕まってしまうが、ウルトを吐いたユーミですが、さあここからどうする。持っていかれてしまった。あのタイマン世界はなかなか厳しいですね。そうですね、あれサッシュがないとおそらく抜け出すことができないので、あのウルトが切れるまではモルデカイザーを倒すか逃げ続けるしかないんですよね。ただあの枠の外にも出ることができないので、相当厳しい状況作られちゃいますね。でも前回よりはそんなにレベル差ないよね、みそちゃんね。まだね、まだそんなにない気がする、うん、みんなあまり死んでないから偉い。どうでしょう、両チームのここまでの小規模集団戦闘というのはやはりちょっと相手に分がありますか。音羽ちゃん、ね、全然青枠取ってて、ね、このゲームスノーボールといって強いチャンピオンをどんどん強くしていきたいところなんですが、相手のモルデカイザーが、いる集団戦がかなり起きてしまっているので、これ青枠取るんだ。モルデカイザーがいないところで何かこちら側から集団戦を起こせると、
有利を取り返す可能性が上がってきますね。なるほど。これ行きましょう、これ行きましょう、はい、とりあえず一人逃げて、はい、さあしかしこの辺りですが芝穴を追っていく、ここはしっかりと取り切りました。ナイスアウト。そうですね、まさにこれですね、モルデカイザーが今トップに見えているので、ボットサイドでどんどん戦うと。ナイスアウト。ナイスナイスアウト。うわ、2人から3つ行きます、処理したら3つ行きます。じゃあ私今いいですね、ユラさん非常に素晴らしいですよ。素晴らしいですね、さっきフェイントも入れてましたからね、スピードを受けるのに。どうですか。あ、ここに違いますね、でも私ちょっとボトラな届かないと。さあ試合時間20分が経過しています。結構膠着状態、いい粘りを見せていますね。そうですね、あとは本当集団戦を仕掛けて一人一人勝っていけば。そうですね、この状況ですと今かなり不利なのは間違いないので、先ほどの説明でも言った通り何かを捨ててどこかで有利を取り返すということを続けて、取って打つ差を縮めていくしかないですね。さあそしてミッドのタワーを降り切りました。ここもウルトは刺さっているが体力があるというところ、マスター E が迫ってきていますがどうでしょうか。ここはまずジンクス落とされてしまう。さあトリプルキルだ。3人が落とされてしまった。あ、いや近づけなかった、ごめん。もちろん下がればよかったんですね。どうでしょう、今下がるべきでしたか。下がろうと思ったけど下がる方向いけなかった。相手の位置が分かっていない状況だったので、ミッド3人で2本目まで押し込むというのはかなりちょっと危ないシーンではありましたね。なるほど、13対4キルということでちょっと差がついてまいりました、ね、先ほど序盤はねファームの時はね、あのカイプルも笑顔があったんですけれども笑ってくれました、ね、よかったです。力ない笑顔、悔しい、悔しいね。大丈夫、まだ勝てますからね。いやこれ相手バロンついてるんでちょっとミッド落として、はい、セカンドマン降りましょう。はい、私テレポあるんでボット処理してミッド戻ります。はい、いい声掛けですね。そうですね、さあここは吉田山が体を張っている。モルデカイザーに島島がどうだ、第1フラッシュアウト、ラックするとかわしています。さあマルタハーがウルトを吐いてタワーでキャッチ、しかしこれは島永がフラッシュアウトです。もう一度タワー CG、ここは吉田山が突っ込んでいったが取りました、1-1のトレード。今の判断いかがでしょう。いや見事ですね、この状況で1対1でトレードできるというのはチームにとってかなりいいことなので、見事な判断だと思います。ああ、使わないで。ああ、止まる。ちょっと前線上げてキャノン倒しましょう。やばい。ラックスウルト、これがユラさんを落としきった。危ねえ危ねえ危ねえ。回答も突っ込んでくる。見事に反応しましたね、フラッシュでしっかりとスキルを受けて。これウルト当てれたら全然当てちゃってください。OK です。これはただモルデカイザーがやっぱり怖いですね。怖いですね。シールドいっ、あ、シビアもあと一つ削れません。ウルト帰ってきました。ナイス、行こうと思えばいけるけ ど吉田山、まだこの下がりで私もウルトがあんまり見えてると。みそしゆらさん、いや真似ないからちょっとあれだけど、行くなら行ける。さあ行くか、行ける、当たろう。ユーミがウルトを吐いて、ラックス、ラックス。ここでマルザハルもウルト合わせ、これはモルデカイザー落としきれました。落とせました。いやモルデカイザー今世界に入ってますね。世界入ってますか。あ、しかしこれは世界から抜け出したところをしっかりと取り切りました。ジンクスこそ落とされていますが、ユーミが取っていて、ラックスのウルトはモルデカイザーこそ落とすんですが、やはり、まあ、1-1のトレードになってしまいますね。ユラちゃんの援護に続けばタワーもまあ数々おられ、自陣近くまで攻め込まれるような来た。トップサード守りますか。 2,3 人からしか聞こえてないので全員でフォーカスコールを叫べると。そうですね、いやなかなか勝てないな、なかなか勝てない。どうやったら勝てるんだろう。吉田山渾身の今ね、もう頑張ったの。いやいや、が行われてましたね。あれはかなりもう怠慢の世界ですね、あれはね。そうね、吉田山にもあれポイントが入ります。吉田山1ポイント、やったー、はい、泣きの1ポイントや。お、真ん中
でかいのいる。めっちゃ、うこれ、着地しよう。はい、行きます。火花を着地して。あー、いけるいけるいける。全部入れよう。ユラさんの体の大きさがユーミがウルトを吐いて、さあ、2球目獲得。あ、殺す殺す。さあ、さらにここはどうか。ラックスを、いやー、モルデカイザーの怠慢だ。モルデカイザー、モルデカイザーがマルザハールも落とし切りました。ダブルキル。モルデ、やべー、モルデが硬い。いやー、これサッシュでも解除できないですよね。いや、ウルトはサッシュで解除できます。うそ。じゃあサッシュ買おう。から出れます。やべー。サッシュというのはどういうアイテムなんでしょう。サッシュはあの、やった、敵の CC スキルなどから。お、失礼、話を遮って。いや、あの吉田のウルトが出てるんですかなりの今くそー3ポイントです。見てないうちにそんな。いや、もう吉田はもう3ポイントです今。はい、やばい。サッシュルどういうやつなんですか。そうですね、あの敵の、CC スキルなどを解除するスキルなんですが、モルデカイザーのウルト中にサッシュを使うと、あの世界から出ることが可能になります。はい、であれば、じゃあミソシーはそのアイテムを買ってもいいかもしれませんね。そうですね、来てんな、来てる。ラックスとバロン2体目は取られるとなかなか。来てる、めっちゃ来てる、めっちゃ来てるな。そうですね、めっちゃ来てるね、めっちゃ来てるので、やだ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 。集団戦で下手したら試合が決まってしまう可能性があるので、次の集団戦非常に重要になってきます。さあ、誰をフォーカスするか声を出していきたい。モルデが、モルデ今、中入ってる。モルデカイザー、歓喜突入。マルザハールを引っ張って。ここは3、1ですが、モルデ捕まえられるならいける。トップのインキメがもられてしまった。ね、さあ、3人がダウンしている A さん、B に。ちょっと。そして、奥谷優美も落とされてしまった。オールダウンです。これ終わるじゃん。これでスタイマーが長いので、このままネクサスタワー、さらにはネクサスと折られてしまって、惜しくも A3B に敗退ということになってしまいました。いや、悔しい。サッシュ買うの遅れたな、申し訳。いや、さあ、小西さん、振り返ると今どんな試合だったんでしょうか。そうですね、そのモルデカイザーが序盤育ったんですが、そのモルデカイザーを生かした集団戦を起こされすぎてしまったというのが敗因だったと思いますね。なるほど。できる限りモルデカイザーのいないところで、有利を取り返したかったんですが、まあ、ちょっと相手にうまくやられてしまいましたね。吉田山、いかがでしたか。はい、そうですね、もう本当に一応でもそのだいぶ声出ししてできたんじゃないかなとも思うし、なんかどんどん次に活かせるものがたくさん蓄えられてる気がするので、次も頑張ろうと思います。なかなかね、やっぱ対人戦というのは勝てないものですね、うん、負けるのも経験だと思うんで、いい勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ユラさん、いかがでしょう。やっぱ対人戦は怖いですけど楽しいですね。あ、負けてなお負けても、うん、そのいろいろ勉強になるん で、うん、でさっきのチャンピオンも怠慢の世界とか初めてだったんで、うん、びっくりしました、ね、かなり、うん、やはりこう負けて学んでいくことっていうのも多いですか、ロールは。そうですね、むしろ負け試合の方がやはり学べる点は多いと思うので、うん、やはり試合を見ていて、その1試合前と比べると、あ、ここはさっきより全然上手くなってるなっていう点が何個も見られたので、それを繰り返していけばどんどん上手くなっていくと思います。みそし、いかがでしょう。サッシュ勝ってたら、あの中盤の集団戦勝って逆転して、多分タワーなりバロンやドラゴンなり投げられたなって思うんで、本当ちゃんと練習しなきゃなって思ったのと、みんながやろうとしてるっていうのが動きですごい伝わってきて、やっぱみんながこれをしたいっていう思いがあったから、私より結構前にいてくれることが多くて、チームって感じがしました。カイプリ、いかがでしょう。ウルトをみそしを守るために使うっていうのを今回はやってみて、ちょっとは貢献できたんじゃないかなと思うので、まあ、まだまだ課題はあるんですけど、ちょっとうまくなるかなと思いました。途中で、ね、あの笑顔が消えました。はい、はい、別空間に持ってかれちゃった、持ってかれちゃったね。なるほど、わ、はい、かりました。オトハス、いかがでしょう。はい、あの教えていただいた通り、私がキャッチした敵をみんなでこう攻撃するっていうのはちゃんとできてたから、すごくありがたかったんですけど、結構終盤戦で死ななくていいとかで死んじゃったりとかっていうのが自分の中にあって、
そこはすごい反省だったなって思うんですけど、結構チームワークは今までの戦いの中では一番良かったのではって思ったので、次回はちょっと勝ちたいなと思います。うん、はい。小西さん、今の受けてチームとしてはどうでしょう。やっぱ成長してますか。その相手に人数差をつけられてしまう場面が多いなとちょっと感じているので、今度は自分たちからどうやって仕掛けていくのか、事前に話していたウルト合わせ、CC チェーンしっかりとできていたんですよね。なのであとはそのいい点を守りつつ、悪い点をどんどん減らしていけば、実際勝てるチームになると思います。まあ、本当仕掛けどころですね。待ちではなく攻めの姿勢をちょっとチーム全体として作っていければいいなと思います。さあ、ということで A さん B にはこれで1勝2敗となったわけなんですけれども、まあね、あのロールをプレイするという企画の同時並行でバラエティ色というものをね、やっぱこうテレビ東京ですので強く言ってきたんですけれども、ゲームに熱中する中で今日はやっぱ吉田山のウルトが輝きましたね。実にあれは本当に色気のある、やばい、私もやられるしタワーもやられてしまうので、もう声を出して、チームワークなので声を出してやられそうですよっていうのを大きな声で表現したらなってしまいました。まあ、それがすごくエッチに聞こえたんですよね。エロエロでした。色気、色気だなって思ったんで、今回の MVP は吉田山とさせていただきます。やったー、うん、揺れております。吉田山にナナナをプレゼント差し上げます。ありがとうございます。どうぞ。みんな表情とか、ナナナを大切にします。むっちゃいろんなの寝るぞ。エロとバナナの共演ですね。大丈夫。さあ、ということで1勝2敗という戦績でちょっと負け越してしまってるんですけれども、まあ、次の収録までは2週間あるということで、さらなるレベルアップが期待できるんですが、まあ、対人戦はもちろんなんですけれども、言うても相手チームの皆さんはソロ級1人ずつの集まりなわけですよ。こちら5人チームでやっていますよと、うん、実際にプロのシーンでも今のステージ0でも5対5のチーム戦ですよね。そういうものをやっぱり皆さんに味わっていただきたいということで、次の収録ではあのチームをお呼びして5対5のしっかりとしたロールの対戦というものを行っていきたいと思いますので、対戦相手はコニーさんの人脈を使って今探した人。だってコニーさんの人脈って強い人しかいないじゃないですか。皆さんにこう、ね、合わせた感じの、まあ、ロールプレイヤーを今探しておりますので、それまでぜひ練習を重ねておいていただければなと思います。怖すぎ。リーグオブレジェンドというゲームを採用している高校生の e スポーツ大会ステージ0なんですが、8月14日15日に舞浜アンフィシアターで決勝大会が行われます。観覧が無料となっているので、興味のある方はぜひ申し込んでみてください。皆さん勝利に向けて練習をしていこう。